不国共兵とは、主に明治時代に日本が掲げた国家的スローガンであり、経済を発展させて、軍事力の増強を図る政策を言う。その考え方の歴史は古く、春秋戦国時代の中国の古典に由来する。春秋戦国時代に諸侯の国が行った政策を、不国共兵と言い、戦国策、旗策に要霊が見える。この時代には、 各国が諸子百科と呼ばれる思想家たちから人材を投与し、騎馬戦術や戦車などの新兵器を導入して軍事改革を行った。また、御所陸村伝にも同様の記述が見られる。布告強兵は江戸時代中期にはすでに日本で議論されており、覇者の説と批判する儒学者に対して、太宰春代がその著作、経済力において国家を維持。 発展させていくためには、布国共兵は欠かせないことを説いた。さらに幕末期に入ると鎖国が原因で、欧米列強に国力で大きな差をつけられ、これが安政の不平等条約を押し付けられて、多くの苦難を味わうとともに、布国共兵が解かれることになる。ここで重要なのは、幕末期の段階で開国派、上位派を問わず、 不国共兵の必要性については共通の認識が確立していたことである。上位論の理論的支柱となった水戸藩の水戸学においては、すでに19世紀初期の藤田裕国によって、不国共兵によって外国と対抗する必要が唱えられていた。薩摩藩では、島津成明が藩主に就任する1851年頃には、しきりに、 異国船が琉球に来航するようになっており、アヘン戦争においてヨーロッパ諸国がアジア各地で植民地化を進めていた実情が正確に知られていた。成明は藩主に就任するや、日本最初の近代洋式古城軍、修正官事業の計画に着手し、布告強兵、植産工業による反省改革を進めた。開国派の間でも1856年に出された、 解剖係、岩瀬忠成の意見書において、海外貿易を振興して、布告共兵を推進する必要が解かれ、老中、安倍正宏も岩瀬の考えを採用する方針を立てた。また、1860年に横井正男が表した国是三論も、布告論、共兵論、指導の三論から構成されている。久家の岩倉ともみも1867年に、表した。 なりとき策で、布国共兵を行為専用のために必要な政策として説いている。したがって、明治政府の成立後に布国共兵が採用されたのは当然の流れであると考えられる。明治政府は、かつての尊王上位派主導で確立された政権であったが、成立前後は、開国は新政策に転換するとともに、万国平立、万国大臣を掲げて列強に、 国力、軍事両面で追いつくことによって、条約の改正と国家の保全を目指した。そのため、西洋文明の積極的導入を推進し、基礎改正や食産工業で経済力をつけ、徴兵制や軍政改革により、軍備を増強することで国家の自立維持を図った。陸軍はフランス語にドイツを模範とし、同様二海軍はイギリスを模範とした。 やがて日本の国力が一定水準に達すると条約改正と共に列強と同様の植民帝国建設を目指すようになり中国、朝鮮、南方への経済的、軍事的進出を模索するようになった。条約改正の達成と日清戦争、日露戦争の勝利がこれまで国家指導者や知識人の理論、目標に過ぎなかった。 不国共兵を一般の日本国民にも現実として認識させ、明治初期以来の不国共兵文明開化史観を定着させることになる。ありがとうございます。